姿勢ガイドのコーナーです。今回は財政課から平成29年度当初予算の概要をお送りします。平成29年度がスタートしました。今回の姿勢ガイドでは平成29年度当初予算について財政課長の岡さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。なお平成29年度当初予算の内容については広報通4月16日号に掲載していますので併せてご覧ください。さて津市の平成29年度当初予算は合併に伴う特別な財政措置がこれから減ってくる中、自分たちで将来のためにやるべきことをしっかりと行うことを念頭に置いた予算との考えのもと、自立前進予算とお聞きしております。どのような予算となっているのか概要について教えてください。はい、合併に伴う特別な財政措置がこれから減ってきますが、将来のためにやるべきことを市が自ら考え進めていくことが必要とされています。そのため平成29年度当初予算は子どもたちの明るい未来が展望でき、市民の幸せな暮らしが広がり、力強い地域経済が市民の暮らしを支え続けるまちづくりを目指して取り組む予算を編成しました。一般会計当初予算額はおよそ1,128億8,868万円を計上させていただいており、前年度比で 0.6% の減となりました。予算の特徴は未来を担う子どもたちへの取り組みとして、平成30年4月の開所に向けた仮称津緑の森子ども園などの整備、快適な学習環境を整備するため全小学校の普通教室にエアコンの設置などを行う予算を計上しています。次に市民の方が健やかに暮らすための取り組みでは、高齢者の外出支援として路線バスなどで利用できるポイントを付与した IC カードの配布や、市内のコミュニティバス全線無料化を実施します。安心で安全な暮らしを守るための取り組みでは、災害時の避難行動要支援者などへの緊急告知ラジオの対応をはじめ、仮称カラス高台防災公園の本格整備に向けた予算を計上しています。さらには力強い地域経済を創出するための取り組みとして、津市ビジネスサポートセンターを開設し、市内工業団地への企業誘致を進めるとともに、ビジネス展開の拡大などに対して積極的な支援を行います。平成29年度の一般会計当初予算は合併後3番目の規模となるものの、産業スポーツセンターの完成に伴い4大プロジェクトがすべて完了することから、前年度比で2年連続の減少となっています。続いて特別会計と企業会計全体の予算規模について説明をお願いします。はい、本市には一般会計のほか、国民健康保険事業、介護保険事業など9つの特別会計と下水道事業、水道事業など6つの企業会計があります。全会計の合計は前年度比 9.4% 減の2414億7500万円となっています。主な要因としては、新たに共同汚水処理施設事業特別会計を設置することにより増となりますが、モーターボート競争事業特別会計が企業会計移行することに伴い、会計処理の変更による減が挙げられます。はい、平成29年度は今まで行ってきた4大プロジェクトが完了する一方で、子育て、教育、産業分野の新しい事業予算もあり、自立・前進という言葉にふさわしい予算となっていることが分かりました。では次に一般会計の歳入・歳出予算の概要について説明をお願いします。はい、それでは歳入・
市に入ってくるお金の概要について説明します。歳入予算で最も金額が大きいのが市民税や固定資産税などの市税収入でおよそ399億円、全体の 35.3% を占めています。前年度と比較しおよそ9億円の増を見込んでいます。次に国や県からの補助金などの国権支出金がおよそ205億円で全体の 18.2% を占め、前年度と比較しますと10億円の減を見込んでいます。次に地方交付税が177億円で全体の 15.7% を占め、前年度と比較しますと合併算定外の特例期間が終了することで配分が減り、3億円の減を見込んでいます。続いて市の借金である市債がおよそ139億円で全体の 12.3% を占め、前年度と比較しおよそ5億円の増を見込んでいます。増加の理由は道路新設改良事業や学校施設の大規模改造事業などによるものです。また市の貯金である財政調整基金などから前年度よりおよそ9億円減のおよそ94億円の繰り入れを見込んでいます。そのうち財政調整基金の繰り入れ金はおよそ90億円、前年度よりおよそ8億円の減となりました。最後に平成28年度はモーターボート競争事業会計から一般会計に1億円を繰り入れましたが、平成29年度においても引き続き経営状況の安定化が見込めることから同額の1億円を繰り入れます。ありがとうございます。地方交付税の減少が見込まれる中、市税収入の確保や財政調整基金を有効に活用していることが分かりました。では続いて歳出、市が使うお金の概要について説明をお願いします。はい。歳出予算を性質別に分類しますと、最も金額が大きいのが生活保護費などの福祉や医療にかかる扶助費のおよそ233億円で全体の 20.6% を占めています。前年度と比較しますと子ども医療費などの増額によりおよそ5億円の増を見込んでいます。次に職員の給料などの人件費がおよそ200億円で全体の 17.7% を占めています。前年度と比較しますとおよそ2億円の減を見込んでいます。次に公共施設の維持管理経費などの物件費がおよそ192億円で全体の 17.0% を占めています。前年度と比較すると5000万円の減を見込んでいます。次に国民健康保険事業、下水道事業などの特別会計や企業会計の繰り出し金がおよそ173億円で全体の 15.4% と続きます。次に普通建設事業費がおよそ167億円で全体の 14.8% を占め、前年度と比較しますとおよそ3億円の減を見込んでいます。次に市の借金の返済である公債費が99億円で全体の 8.8%、 補助費等が48億円で全体の 4.2% と続きます。はい、ありがとうございました。では最後に未来に向けて発展するためには歳入と歳出をバランスよくコントロールすることが必要と思いますが、今後の財政運営について市の考えを教えてください。はい。本市は合併から11年が経過し、地方交付税の特例期間が終わり、段階的に減額が見込まれることや、これまでの大型プロジェクト事業のために借り入れた市債の償還が本格的に始まることなど、今後も厳しい財政運営になることが見込まれます。このような意味でも、今本市は財政構造の転換期を迎えていますが、これまでに築き上げてきた
健全な財政基盤を礎に、自立した都市として将来のためにやるべきことを自らで決定し、市民の方の暮らしをより良くする取り組みを着実に進めていきます。これまで以上に多くの市民の皆様が津市は住みやすい街だと感じていただけるように、堅実な財政運営に努めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今回の市政ガイドでは、平成29年度の当初予算の概要について財政課長の岡さんに説明していただきました。今回の内容についてのご質問などは、財政課電話 059-229-3124 までお問い合わせください。なお、財政課では当初予算の概要をまとめた資料を作成し、市ホームページに掲載しています。また希望される方にはお配りしますので、財政課までご連絡ください。